ポンちゃん、マルちゃんとアジャマジー。曜日感覚確かにないね。ないですね。ね、まあいろいろありますね。ね、ワロップがあるってことは木曜日って認識を認識をないして。いやなんかね、最近もうコロ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 いろんなニュースが変わってですね。なんかそのね、ちょっと前の出来事がどうなってるのかっていうのはよく分からなくてですね。まあそうですね。まあで、まあね、この間台風でね。台風。千葉はまだ未だに停電の地域があって、明日明後日まで復旧しないって言ってましたから、このクソ暑いのにね、エアコンが効かない、でなんか台風の備蓄のために冷蔵庫にいっぱいなんかみんないろんなもん買い込んでたんだけど、冷蔵庫が止まっちゃってるから腐っちゃうっていうね。あとオール電化のところは料理も作れないって大変ですよね。なるほどね。まあなんか、まあ震災の時もそうですけど、なんかその文化が発達してというんですかね、それによってまた同じなんか違った弊害が出るっていうのも、はい、なんかちょっとよくわかんないですね。いやなんかね、冷蔵庫も結構今発達してるらしく、はいはい、この停電でも2日持ってるとかね、そういうのもあるんだ。そんな冷蔵庫もあるみたいなんでね。まあ、でも一番困るのは、ね、トイレが流れなかったりとか、はい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 、そういうのもありますよね。そっかそっか、今電気でやるトイレ、はいはいはい、レバーじゃないのもたくさんありますからね。まあね、箱開けるはこう手動の部分があったりとかするんですよ、ないやつもあったりとかして、まああと風呂も沸かない、はい、まあ、電気でねお風呂沸かしたりとかするから、はい、まあ、大変ですよね。だって千葉って東京の隣でしょ。そうそうそう、それでまあね、鉄塔が倒れちゃった部分っていうのは、あの、はい、迂回っていうのがあって大丈夫なんだそうです。鉄塔が2本倒れちゃってるんですけど、でもそれは別に問題じゃないですって、はいはい、一応問題なのは街中の電柱とか、あと街中の電線がもうダメ、ショートしてダメだって、それの復旧作業がすごいらしいですよ。はい、いやだからこれを機にね、全部地中に埋めたりとかね、すればいいのになって思うんだけど、それが一番やっぱいいんでしょうね。だってどうせ台風の通るルートは日本なんだから、学ぼうよっていうね、本当にもうそのたんびにね大変な思いするんだったら。そうそうそう、で、まあ、渋谷もね、地下にね、はい、貯水池ができてて、もう何万トンっていう水が入り込んでも冠水しないようにできてたのに、今回ですね、風で落ち葉がですね、詰まっちゃって詰まっちゃって、それで渋谷がまた冠水したりしてましたね。大変でしたね。でまたですね、今週土曜日ぐらいには、うん、なんかまた台風16号が、おお、あ、土曜日ってもう明日明後日ぐらいの話じゃないですか。いやいや、もう今日中になんか今熱帯低気圧、でっかい熱帯低気圧がフィリピンの沖にいてですね、3つぐらいあるんですよ。それが一つにまとまってどでかい台風になるだそれが来るかどうかまだ分かんないらしいんですよ。なんか今秋の寒冷前線が結構南下してて、はいはいはい、それが南下するとそれるっていう話なんですけどね。うん、まあちょっとまあ今年も大変ですね、うん、いろいろ。いやだからね、俺らガキの頃って、停電ってやっぱり何回か経験してるとは思うんだけれども、でもそれほどじゃないですよね。それほどじゃないし、今停電って全然経験ないじゃないですか。ないですね。ね、この何十年か、もう震災の時も停電にはなんなかったですもんね、はい、そう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 、もう停電にはなんなかった、まあ、エレベーターが止まっちゃって動かなかいみたいなのがありましたけど、うん、1日ですか、うん、そう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 、うん、あとね、町ごとになんか停電させるみたいなね、うん、そんなのがあったけども、あ、そうだね、計画停電はやってましたけどね。そう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 、そう考えるとその電気のありがたさってねえ、俺らガキの頃はやっぱりその停電当たり前の時期ってなんかありましたけど ね、うん、だからそのろうそくがどこにあるかって用意しておいたりだとか、懐中電灯とかね、そうそうそう、そうだ、ろうそくつけたりしてたな。いや、そう、だから今全くそういうの考えられないから、うんうん、ね、なあ、懐中電灯なんてどこにあるのかよくわかんねえし。そうだからさ、うん、もう今慣れすぎちゃってあれですけど、やっぱ都心が一番安全ですよね、いろんな意味で。まあかもしれないよね、うんうんうん、そう、いやだから逆に都心が停電になっちゃったらこれ大パニックだと思うんですよね。いや、ま、全く 半日だけでも、まあ、産業でも何でも全部止まりますよね。そう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 、株式市場も全部麻痺しちゃったりとか大変ですよね。高層マンションの上の方の人はね、それこそ階段でっていうね、40階上り下りですたまったもんじゃないよね。じゃないよね。
で登り切ったところについてもトイレ使えない、風呂使えないじゃ話になんないですよね。そうだよね。じゃ帰んなくていいじゃんなっちゃうから。いやいやいや。だからそう考えると本当東京って安全でいながら万が一の時はめちゃめちゃ危ないもろいかもしれないですね。ね、意外と。そうそう。まあだから月曜日もだから午前中ね電車止まったりしてました。うん、ああそうね。うん。やっぱりその時ってその前の日か前の日早く電車止まっちゃったわけでしょ。日曜日はそうですね、早い電車はまあ9時ぐらい、9時過ぎに止まっちゃったりとかしてましたし、はいはいはい、だってあれだってね、その知らないでいる人たちもたくさんいたろうに、帰れねえなんていう人たちもたくさんいたと思う。いやあれちゃんともっと携帯とかで全部流した方がいいですよね。もうそうだし速報みたいな感じでね、計画でダイヤを変えますっていうの、はい、あれだから知らないで変えなかった人もいますからね。たくさんいると思うよ。あれかわいそうだよね。そう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 、でやっぱりもっとかわいそうだなと思ったのが成田、はい、行くこともできれば、はい、飛行機は着いたけれど帰ることができないっていうね、完全な陸の孤島になっちゃってっていうね。いやだからね、俺危なかったなっていうね、はい、だってひょっとしたら先週行くことになってたかもしれないわけじゃないですか、はいはいはい、いつも金土に金土日月で行ってるから、はいはいはい、いやだからね、その意外にもろいですよ。だから世の中やっぱ災害にはね、でしかもその災害の規模が昔は違うんですよね。でかいんですよ多分。そうだろうね。だから変な話なんですけど、昔俺らが子供の頃よく言われてた伊勢湾台風とかいろいろ言われてたじゃないですか、うんはいはいうん、あの程度の規模の台風は今来てて、それに対しては大丈夫なんだけど、はい、おそらくそれ以上なんですよね。そうそう、うん、観測史上なんたらっていうのが、ねうんうん、結構最近多いじゃないですか。ここ10年ぐらい多いですよね。でしかもね、その連チャンで来ることも分かってるわけじゃないですか、この時期って。でそうすると農作物もそうだし、はいはい、輸送手段もそうだし、いろんなところでですね、で来月消費税でしょ、うん、もうたまったもんじゃないですよね。もうたまったもんじゃないです。そうそうそう本当に、だもうこの台風の影響で消費税 10% なしっていうことに延期でね、延期、そう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 、それそれところじゃないでしょうと、なんで国民をもっと苦しめるのってやめなさいよって話ですよ、ね、いやいやいや本当ね、誰かそれ言っちゃう人いないのっていうね。でもなんとなんとかなんないですかね、そういうの。しかもめんどくせえし、めんどくせえし、しかも軽減税率がそれめんどくさいでしょ。そう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 、でしかも来年6月までなんでしょ、そうそうそう、やんなくていいよね。いやいやいや、何なんですか、そのために労力かかる労力とお金を税金に戻した方が全然いいですよね、うんうん、そうだし、そのカード、はい、カードでもなんか4種類ぐらいあるわけでしょ、普通のクレジットカードとスイカみたいなチャージのカードと、うん、あとペイペイと何か4つぐらいあって、うん、なんか申請しなきゃいけない、そうそう、店側も申請しなきゃいけなかったりもしてないですけど、めんどくさいんで、うん、いやー本当めんどくせえよなって思うわけですよ。なんなんすかね、なんでそんなめんどくさいことするんでしょう、ね、一緒だっつんだよ、女のやってくれること。いやでね、その普通のおじいちゃんおばあちゃんが昔からやっているようなね、定食屋さんだったりとか、お好み焼き屋さんだとか、ね、どうすればいいと思いますってインタビューされてて、うん、いや私は何も分かんないもんって、うん、今まで通りやるしかないもんっていう、ね、そうだよね、うん、今どうしたっていうのっていう、何でしたっけ、何ペイだかなんかの宣伝でやってるじゃないですか、外国の大物アーティストが来て、ああはいはいはい、カードを使えないの、使いますか、じゃあ他行こう、じゃあいいです、うん、それもどうなのとか思っちゃうよね。いや結局ね、そのキャッシュレスを推進しているっていう部分はあるのかもしれないけれども、うん、にもかかわらず2年後渋沢栄一出てくるってね、だからよく分かんない、何のためにやるんだ、何を考えてるんだろうって、ね、何のためのお金使うの、それ。いやいや、やっぱり世界的に見ると、うん、その偽札だとかね、うん、インフレだとかいろんな感じで、うん、要するに貨幣価値、うん、お札だとかコインの価値っていうのが、うん、ものすごい、ね、急変動するわけじゃないですか、はい、日本の場合ってやっぱりその紙幣偽造っていうのもやりづらくなっているし、うんうんうん、価値的にはね、そうそうそう、じゃあ円が、ね、急落するか急、ね、高騰するかって、はい、そんなバカみたいなこともなかなか少ないわけじゃないですか、はいはい、とすると今まで通りでいいじゃんっていうね、うん、
ね別にシフトするのは別にいいし、だキャッシュレスに慣れてる人はそれをやればいいし、うんうん、そうじゃない人はそうじゃないでいるんだから、そうそうそう、うん、昔の俺らが中国行った頃に一番大きい紙幣って100元紙幣じゃないですか、はいはいはい、で100円紙幣を出すと必ず上見て、はい、透かし見てって、それほど偽札が流行っている国だったらばキャッシュレス OK だと思うんですよ、しかもあとはもしくはスーパーインフレで札束がこんなに山が出るようになっちゃうとかだったら分かるんですけど、ね、札束抱えてねトイレットペーパー買いに行くって、札束で拭いた方が安いじゃんっていうね、いやだからこんなに今ね安定してる日本なんだからこそ別にそれほどやることねえんじゃねえのかなっていうのはね常に思いますよね。この間テレビでやってましたけど、はい、ウガンダかどっかなんですけど、うん、1万円を両替すると、うん、日本の札束の大きさでいうと、はい、ね3000万円分両替こんな来るんですよ1万円でこんな来るのみたいなどうしようみたいな言ってましたけど、本当にどうかなって、そういうところこそキャッシュレスはした方がいいね。そうそうそう、日本でキャッシュレスにする意味が分かんないっていうか、うん、あのとこね、お財布の中にいくら入ってるって確認ができるから、まあ、無理無駄遣いって少なくなんじゃないのかなって思えるんですよね、うん、でもカードって、うん、カードになんかねちゃんとデジタルの表示があって今ね、うん、いくらですよって書いてあるんだったらいいけれども、はい、あのないからいくら使ったのかなっていきなり通知が来て、えこんな使ったっけみたいな ね怖くてしょうがないですよ。怖いですね。だからもう俺が古いのかもしれないし、だから分かんないけれども、うん、せめてパスも、うん、チャージたり1万円でしたっけ、まあ、2万円まで、2万円まで、うん、はい、あれで10万円って言うんだったらまだ分かりますよね。そうですね、うんうんうん、たらね月々10万円入れとけば、うんうん、とりあえずこれでしのごうみたいなね、うん、まあ、もしくは全部だからね、スマホでね全部できちゃうとか、うん、そうそう、それはいいのかな、うん、まあ、インドなんか今 98% ぐらいそれが進んでるんですよね。おお、いやだからお財布のありがたさっていうのかな、うん、それがだんだんとなくなってきてくるわけじゃないですか、うん、だからね、お財布も高価なお財布、うん、なくなっちゃうね、なくなっちゃうけど別にカード入れでいいわけじゃないですか、うん、それってなんか寂しいなってね。寂しいっすね。だから本当この5年後10年後お財布っていうのから消えてるんじゃないのかな、消えるんじゃないですか、ね、かもしれないね、携帯だけっていうね、うん、そんなよ、俺は寂しいと思うんだけどな。まあ確かに。さあいよいよですね、はい、あれですね、もう新安倍内閣、はい、ね、いよいよ来ましたよ、小泉進次郎が。ああ来ましたね、うん、来ましたね。もうポスト今あれですね、小泉内閣ですね、はい、あれ、ああ環境大臣でしたね。環境大臣ですけどね、今回だからね、初入閣が結構多くなった、ね、そうそう多いですね、うん、でしかも今回石破派がゼロですよ、石破さんも含めて、はいはいはい、完全にもうご協力されましたね、うん、もうだからもうポスト安倍内閣としてもう小泉首相を作り上げるためのなんか組閣になりつつあるというか、もうあれですよ、小泉君は無派閥なわけでしょ。無派閥とは言いますけど、うんうん、無派閥なんですけど一応、でも一番やっぱり、菅さんにやっぱり一番仲いいみたいで、やっぱ菅さんの影響が強いっていう、なるほどね、だからね、あと2年だけ任期って、そうです、だから2年後いよいよ実現するかもしれないですよ。なるかもしれないし、そうで彼は派閥持ってないんだけど、もちろんなんですけど派閥は持ってないんですけど、今もうなんか派閥とかって結構古いらしくて、はいはいはい、その隠れ派閥みたいなのがいっぱいあるんですよ。でも小泉さんが指名されたら、はい、もうそれによっていく議員は5万といるらしいですよ、やっぱり。あ、そうなんだ、はい、いやね、お父さんの純一郎さんはもう自民党をぶっ壊すっていう宣言のもとにですね、はい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 、日本ぶっ壊しちゃったわけだから。そうですね、ぶっ壊しましたねでぶっ壊してそのままでした、ね、そのままでしたからね、何の責任も取らず。そう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 、でもともとその安倍さんと小泉進次郎さんってあんま仲良くなくて距離がすごくあったんですよ。で小泉さんがやることやることにケチをつけてきたのが小泉進次郎さん、安倍さんがやることにね、まあ、例えばその家計学園とか、うんうんうん、森友の件にしても、うんうんうん、あれはもう安倍首相でないと解決ができませんっていう、はい、まあ、ちょっと反安倍的なね、うん、発言をずっとしている中で、しかも過去に2回ぐらいやっぱり大臣の打診をされているのを、うん、ほどほど断ってきたのが、はい、
大泉進次郎さんで、はいはい、で今回も、かなり躊躇してたらしいんですね、安倍さん側からすると、はい、である情報筋から、はい、今回は受け入れる体制ができてるみたいですよっていう情報が入って、それで菅さんと話してアプローチしたらしいんですよね。なるほどね。いやだからね、日本も変わっていかなきゃいけないっていうね、やっぱりそのジジイ目線と中年目線と若年目線というのはね、やっぱりその収入も違えばね、消費も違う、生活も違うといったところで、やっぱりその若い人たち、しかも今度ね、子供も生まれるわけじゃないですか。ということはそういったね、子供を持つ夫婦目線、あるいは子供目線で一番働ける人目線での政治っていうものを考えてもらえると。そうですね、だからもう現状で言うと、まあ俺も極論ですけど、はい、7対3ぐらいで、はい、その申し訳ないけど老後の人たちに3割にして、うん、新しい人たちを7割するような政策や、その辺のね、税金の使い方とかをやれば、はいはい、まだまだ日本はいや本当その通りだと思うんですよね。いろんな決め事っていうのは、じいさん連中で決めてたわけですよ、はいはい、じいさん優遇にするためにね、はいはいはい、とすると例えばね、進次郎君がね、その決めるっていう立場になった時に、はい、彼らの目線、あるいは彼ら以下の目線でいろんなそういう政策を決めてもらえると、ガラッて変わることってたくさんあると思うんですよ、やっぱりそれじゃなきゃいけないのかなっていうね、あまりにもじじいばば優遇のこの国ってどうなのっていうね、やっぱりね、子育てとか子供を産める環境をもっと作らないと、いや本当そうだと思うんですよ、本当にダメな国になると思うんですよ、ね、そう、先がある人と先がない人、どっち優遇するのって、だってさ、今の現状から10年後を考えたら、もう10年後明らかに半分以上物が売れなくなるじゃないですか。なんでかって言うと、って若い人いないんだから、で働き世代も少なくなっちゃうでしょ、ってことはもう老人にしか物売れなくなっちゃうわけで、それで需要がまだ回らないと思うし、供給も少ないだろうし、いや国力は絶対下がりますよね、そうそうそう、間違いなく。そうそうそう、ね、やっぱりね、もう死後になってるかもしれないけれども、ベビーブームは作るべきだ。いや絶対作った方がいいです。そう、絶対作った方がいい。若者もっとセックスした方がいいよね。おめえもだよ。はい、お前もだよ。俺もそうかもしんない。お前もだよ。いやうちの子供いるからさ。俺は分かんない、どっかにいるかもしれない。あ、いるかもしれない。あ、そうか、そういうことか。いやでも本当にね、それは思う。うん。いや本当じゃないと結局年金なんかなくなっちゃうし、いや年金なしでもいいと思う。まあなしでもいいんですけど、まあだからその分とりあえずもう新しい世代に行って、とにかく保育園、幼稚園で、とにかく共働きができる環境で、もうとにかくそういうのいっぱい作ってほしい。やっぱガキめでいっぱいいた方がいいっすよ。そう、だって学校の数だろうしね、どんどん減ってるし、そう、だからそうなるとさ、先生も劣化するじゃない、学校も劣化するじゃない、全部が劣化しちゃうから進化じゃなくなっちゃうよね、ただね、変だなと思うのが、その小学校中学は減ってるんだけれども、大学が増えてるんですよ、昔より。なんでなんですか、だから ふざけんなって話だね。留学生がいるからでしょ、だから昔より簡単になっちゃってるっていうのかな。いやだから株式会社みたいになっちゃってるでしょ、大学が。やっぱりね、もう言っちゃうけど、日大なんて、あの事件があるまでは、プロ野球の球場全部に日本大学って高校があったんですよ。今ないね。今ないでしょ。広告して人を集めてるわけですよ。それでもいいよ。だけどとにかくまず行く人がいないとダメだから。いやもうそうだし、やっぱり行ける人っていうのは、俺ちゃんとした人じゃないとダメだと思うの。誰でもかんでも今大学行けるわけじゃないですか。まあなんならアメリカみたいにね、卒業ができるかできないかの方がいいよね。そう、いや本当そうなんですよ。だ俺も含め大学で勉強したことって何言ったらないもん。だってさ。アメリカすごいのはさ、やっぱ文武両道じゃないとやっぱりクラブ活動もできないしさ、大学生とかさ、で、まあ、例えばバスケットボールとか野球選手もそうだけど、入れ墨全身に入れてるような、何なのこれみたいなのが年収何十億って取ってるんだけど、あいつらも実は大学の時はちゃんと勉強してて、単位取れないと、要するに
そのスポーツ除外になっちゃうんで、はい、うん、だちゃんとやってんだよね。もうそうだし、うん、これ日本とアメリカの大きな違いっていうのが、大学からは自分の金で行きなさいっていうね。だからまあ奨学金制度もあるんですよ。そう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 、それってすごいなと、うん、で奨学金破産する学生もたくさんいるらしいんですよ。だから日本は甘すぎっていうね。大学卒業するまでやっぱりね、子供の面倒を見るわけじゃないですか。大学ってめちゃめちゃやっぱ金かかるわけですよ。そうですよね。そうなんですよ、うん、それはやっぱ自力で行くべきだよね。そういう時代にした方がいいよね。だとしたら、だから俺らの時代って、うん、大学行かないだって働きたいもんっていう人だと半々ぐらいだったと思うんですよ、はいはいはい、だってさ韓国みたいになっちゃうよ日本も。いやいやもう本当そう、うん、そうそうそう、うん、最悪だよ。あのバカ韓国みたいな、ね、そうそうそう、うん、クソ韓国、ね、クソ韓国ね。そうそう、韓国人を言ってないよ、韓国のこと。そう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 、うん、そうそう。であんだけみんな親が金出して、うん、受験戦争で一生懸命やって、うん、大学入りました、入りました、で、うん、卒業しました、うん、就職が、うん、でも3割ぐらいしかない、はいはいはい、何なんだよって話ですよ、うん、そうだよね。親も金出して損しちゃうよ、うん、いやいや。で今ねこういう状態じゃないですか、はいはいはい、早く潰れたらっていうね。まあ一回潰れるべきですよ、ね。いやそう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 、うん、そう。崩壊しちゃう。いやもう、まあ、会社で言うと、うん、もう完全に債務超過なわけですよ。あそこの国は。そうそうそう。だとしたらもう破産してっていうね。うん、それしかないと思うんですよ。しかも友好国である国をね、はいはい、散々批判してね、手を結ぶのはやっぱり結構ですけど、はい、じゃあ好きにすればです、好きにすればって言ったら、そしたらなんかね、WPO になんか訴える、WHO は。まあでも、うん、で日本が勝訴してるのに、韓国ではその他の国で勝訴したとかわけわかんない、うん、もうやめろっつんだよ、うん、そういうのも、本当に。いつまでそんなことやってんの、いい大人がって思いますよ、ね、もう国としてももっとそろそろ成熟期にならないと、あの国の人も嫌われちゃうから、うん、本当そうですよね、うん、それと同時にですね、あの玉ねぎ男という、はい、映画を作ってほしいなっていう、ね、あれね、まんま映画になります、ね、間違いないですよ。あもう本当ね、あの映画は世界で大ヒットするんじゃないのか、もう間違いないからもう作ってっていう、タイトルから何から全部浮かんできそうですもんね。そう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 、あの裁判 の、 あのもう検察だとかすげえなって思いますよ、記者会見から何から。まあそこもなんか法治国家なのかなんか分かんないですけど、いやだからね、あの面白い国だなって思うんですよね、はいはい、あの一度やっぱり本当に本当にぶっ壊して、うん、で国としてクラウドファンディングやれば面白いかなって思うんですよね。なるほどなるほど、うん、もう財閥それで切れるわけじゃないですか、はいはい、お前らやってることにはもう全然賛成しないよと、はいはい、うん、じゃあ俺らができることっつったらば、うん、俺はその韓国の映画会社にクラウドファンディングとして、うん、お金を出すんだったらいいよみたいなね。世界に売れそう。そう。要は韓国のいいところもたくさんあるわけですよ。あると思いますよ。うん、それは残しましょうと。うんうんうん、だから俺その韓国の映画会社と韓国のディスコと韓国の可愛い子にお金出してもいいなっていうね。うん、もうあのね今の検察、まあ今までの歴代の検察もいっぱいいたんでしょうけど、今のその、はい、ムンちゃんがね、うん、指名したその検察長官のあれのドラマとかもやってもらいたいですよね。いやだからね、その、まあ、最近ね、あなんか見たくなってきたな韓国映画。もうそのうちあれじゃないですか、この韓国でも流行語ができたりとかして、あの嘘ばっかつくことググるっていう、あググるかググるね。超ググ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 グちゃんね。いやなんか表情を変えない不気味なあの顔っていうんですかね。そうなんだよね。ああな。だから今もうやっぱ二分してて韓国はね、うんうん、やっぱ検察がダメなの分かってて、うん、で検察をぶっ壊すっていうことでこう、うん、ムン大統領ができたわけですよ、うん、で今もその構図がだん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 出来上がってきて、うん、疑惑があろうが何でしょうか、こいつを法務大臣にして、うん、検察を潰すんだっていう、うんうんうん、ある意味こう、うん、半分の人はムンちゃんとそのググちゃんをこう、はいはい、正義のヒーローみたいにこう見てる人たちもいるわけでしょ。はいはい、いやだからね、そのまあ嘘か本当か分かんないけれども、今までの報道だけを見ると、犯罪者、あるいは犯罪者の家族王がいる人が法律作る人になるのっていうね、法の番人になるのっていうね、うん。これ世界的に見てすごく恥ずかしいことをしてるって気づけよって。弔問会中に妻がね、そう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 、だって別にね、その韓国だけで閉鎖的な世の中でやってんだったらいいよ、北朝鮮みたいに。ここまで世界にね、ねもうニュースで出ちゃってやられて、
アホかって、まあ、だから本当にアホじゃないかって、アホ丸大ハムですよ、ね、あ丸大ハムですね、本当に世界中に、うん、韓国ってこんな国なんだって分かったんじゃないですか、ね、はい、うん、ざまみろこのやつ